はい、どうも、ワドツです。今日は2019年、1月の5日、1時49分です。よろしくお願いします。ふわっちとツイキャスの同時配信やってます。よろしくお願いします。ふわっちの方はね、キツネ枠、匿名枠です。ツイキャスの方はコテハンかけますんで、好きな方で見てください。よろしくお願いします。キツネだね。はい、どうも、みんなワドツ。なんか、養分伊藤の枠でバーガー投げたらめちゃめちゃおちょくられたんだけど。なんか、めちゃめちゃクソ生意気だな、あいつ。なんか、雑魚らしいよ。雑魚ってるって言うから、リング上がれよ、つって。捨て子の前に一人ボコすか。まさかあそこまでね、放送で啖呵吹いててね、逃げるわけないよね。面白そうじゃない？スパーリング相手欲しいし。どうよ。タミヤ T シャツ。タミヤ T シャツだね。お疲れ。ステゴロ3応援してるよ。ありがとう。風船ありがとう。養分糸逃げんなよ。てめえで吐いた妻なんだから。てめえで吐いた妻なんだから、お前クソ雑魚って言ってんだから、お前逃げないよな。口だけじゃねえよな、養分伊藤くんよ。まさか芋引いて逃げねえだろうな。てめえから打った喧嘩だかんな。買ってやるよ。リング上がれよ。なあ。うぜえ、クソガキが。一瞬でボッコボコにしてやるよ。お茶ありがとう。いや、今、養分伊藤の枠やってるから、ふわっち行ってくれいいじゃん。和道が怒ってるぞ、つって。なあ。俺、全然いいよ。養分伊藤、くっそ弱えっつってるから、スパーリングパートナー探してるから、上がれよ、養分。上がれよ。なあ、そこまで啖呵吹かすんだったら来いよ。鳩飛ばしていいじゃない。俺のことディスってるから。今枠覗いてごらん。ワード激横だよっつって。本人が今、たった今だよ。たった今俺のことを、おめえなんか弱えじゃんっつって、やる気ねえじゃんっつったから、あ、じゃあお前リング上がれよとコメント残ってるよ。養分伊藤の枠見てくれやいいじゃん。てめえで弱えっつったんだから。なあ、どんだけ強いのか教えてもらおうよ。いいよ俺。全然スパーリングするよ。まさか口だけじゃないよね。まさか口だけじゃないよね。養分伊藤くん。本人に聞いてみたらいいじゃん。何、お前和道より強いのって。和道より強いのって聞けばいいじゃん。スパーリングやれよって、逃げんなよって、お前が言い始めたんだから。和道弱えっつって。全然やるよ、全然やるよ。俺から言い始めたわけじゃないからね。向こうが言い始めたんだから。おみくじありがとう。また今日かよ。今日ばっかりだな。いや、養分伊藤の枠でバーガー投げたの。あ、やってるなと思って。そしたら、おい、クソ雑魚っつって。そう、お前弱っちいんだからよっつって、じゃあリング上がれよっつって、スパーリングやってやるよって、俺より強いんだろうっつって、逃げるなよって。向こうから言い始めたんだから、俺のこと弱えって。スパーリングやろうよ、スパーリング。ねえ。いやいや、放送でがっちり言ってたよ。放送でがっちり言ってたよ。今放送中だから、養分伊藤に、和道に喧嘩売ったらしいじゃんって。聞いてくれいいじゃん。和道って喧嘩売ってんだろうって。いや、だから買ってやるよ、俺。全然余裕で買ってあげるよ。全然余裕で買ってあげる。
ソ雑魚が。向こうが言い始めたんだよ、向こうが。買ってやるよ。どっちが強いのか、蹴りつけりゃいいじゃん。リングに上がれやいいんだから。全然余裕だよ。全然余裕。いや、ビビってんでしょ。ビビってんでしょ。いや、だから、連敗中のザコがって言うんだったら、上がれよって。言ってこいよ、養分伊藤に。俺逃げてない。俺全然いいよって。俺より強いんだろって。やってやるよって。いや、だから、リング上がれよ。用意してやるよ。なあ。リング上がれよ。リング上がれよ。強えのかどうなのかやってやっから。また今日かよ。今日ばっかりじゃん。今日ばっかり。いや全然いいよ、俺は余裕だから。いやだから吐いた唾飲むなよって感じだから。てめえで弱えって言ったんだから、スパーリングやってやるよ。ちょうど捨て頃前にスパーリングパートナー欲しいところだから。全然いいよ、俺は生意気だから。まあ逃げなければね、彼が口だけの男じゃなければね、うん、俺は全然いいよって、うん、いいよ。だからリング上がれって言ってこいよ。逃げんなよって、お前自分で言ったんだからって。自分で言ったんだから。今日だったね。今日だったね、うん、どうせ口だけなんでしょ。どうせ口だけなんでしょ、うん、そこまで言うんだったらリング上がれやいいじゃん。俺全然買ってやるから。言い訳すんなよ。うん。なんだ？言い訳ばっかりか？あ、また逃げ。あ、そう。いいよ、全然。コラボでも何でも。コラボなんかぬるいこと言ってないでよ。いいよ、リング用意してやるよ。どんだけ強いのか見せてもらおうじゃん。いいよ、トツいいよ。はいはい。俺の、ふわっちの URL。ちょっと待ってね。これ俺の LINE。これ俺の LINE。うん、俺の LINE です。ケピ、そうそう、洗濯物がコインランドリーやってなくて洗い物溜まっちゃってて今ないんだよね。いや向こうが弱いっつったの。ゴミみてえな弱さなんだからっつって、あ、じゃあ俺より強いんだねって、じゃあリング俺借りてやるから上がれっつったの。そしたらずっと言い訳してんだよ。俺やってやるよ、だから。やってやるよ。全然いいよ。
全然 OK だよ。余裕だよ余裕。わかんない、俺身長170、身長170よ俺は。何、喧嘩すんのに閲覧とアイテム関係あんの？閲覧とアイテム関係あんの？ぐだぐだ言ってないでリング上がるよ。どんだけ強いのか見てやるから、うん、あ、そう、やっぱネットの中でしか吠えらんないんだ。あ、そう、全然いけるよ、全然余裕だよ。ちょいちょい俺から言い始めてるわけじゃないから。あ、何、お前は弱いっていうのはリングに上がれないってこと？いや、だから弱えっつうんだったら、いや全然お前と俺はやっても勝つ自信あるよって、うん、リングも全部用意してあげるんだからさ、面白いじゃんなあ。俺電話番号知らないもん、あいつの電話なんか知らん。LINE 電話知らない、繋がってないもん LINE。 俺の LINE これだからさ、今下に貼ってあるやつ、俺の LINE。 連敗してんのなんか関係ねえじゃん。ミガさん強いよ、うん、いいよ、全然全然俺はリング用意するよ。スパーリングしようよ、スパーリング、うん、俺は全然いいよ。つい、LINE これだって、URL。これこれ。いや、だからかけてこいって。ねえ、俺だから知らねえって向こうの LINE 登録なんかしてないもん。逃げてんのは俺じゃなくて向こうでしょ。逃げてんのは俺じゃねえだろ。俺は全然受け付けるよ。俺は全然電話でも話せるし、なんならリング用意できるよ。いや、逃げてねえじゃん。いや、そうだよ。俺から喧嘩売ってるわけじゃないから。
洋文が喧嘩売ってるわけだから、いいよって、買うよって、そんだけ弱えって言うんならやろうよって。あんなん余裕だろ、あんなクソガキ。養分に何か言われる、いやいや、なんか作業やってて、誰かラジオで聞こうかなと思って、養分がトップにいたから、あ、見てみっかと思ってバーガーとりあえず投げただけなの。俺枠見るとき誰かにバーガー投げるから。で、投げた瞬間に、クソ弱え雑魚がよとか言って、捨て頃なんか出んじゃねえよゴミがとか言って喧嘩売ってきたから、あーっつって、じゃあリンゴ上がれよって、俺用意するよって言って、ねえ、そんだけ弱い弱えって言うんだから、もう全然やろうっつって、逃げんなよって言って、ただそれだけ。いや、だから俺は全然やるって、うん、俺はやるよ。いや、負けるか勝つかじゃなくて弱えっつってんだから、もうやろうよっていう。面白いじゃん、リングは格闘技のリングだね。お茶爆ありがとう。タイムシフト乗ってるよ、うん、見てみりゃいいじゃん、うん、リング、あ、いいよ、金も出すよ、俺がリング用意するよ。やろうぜ、うん、このあと展開ないのって、だから養分に聞けよ、養分に。お前和道より強いんだろって、じゃあリングの上でボコしてこいよって、それでいいじゃん、それでよくない？俺より強えって言ってんだから、で白黒つければいいじゃん、はっきりでしょ。こんなシンプルなことある？俺より強えって言うんだから、俺のこと雑魚だって言うんだから、俺はやるよって言ってんだから、うん。あとは養分に聞いて、うん、あとは養分に聞いてください、うん、まさか逃げないよね。何、自分のリスナーの前ではいい格好しいでねえ、まさか男らしくないね、養分くん。養分くん、勝負から逃げてるやつにとやかく言われたくないんだけど、リングに上がってから吠えようね、口だけやろう。ボクシングルール、ボクシングルール、バガ、あ、風船ありがとうね。 LINE のコード載せるよ、 LINE のコード載せるよ。どっちも動かないもクソもないじゃん。俺はだから言ってんじゃん、リングで白黒蹴りつけてやるよって、 LINE も書いてるじゃん。違う？言ってること。俺からは以上だよ、俺からは以上だよ。俺は口
ちだけ養分くんとは違うから、リングの上で白黒つけようしか言ってないから、俺は君の喧嘩買うよって。俺は買うよ、全然。俺は全然買うよ。まあ度胸ないだろうけどね、度胸ないだろうけど、リングに上がれよ、リングに。ブルってんの、ブルってんの、養分くん。ブル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 震えちゃってんの。いいんじゃない、逃げるやつを囲ってればいいじゃん。すごいすごい、面白い面白いって囲い込んでればいいじゃん。で、弱い者いじめも何もないでしょ。向こうが俺のこと弱いっつったんだから。じゃあ怖くて戦えませんって言えばいいじゃん。怖くて戦えませんって、自分ヘタレですって。いや、やらないならやらない全然いいよ俺は。いや、向こうが俺のこと弱えんだから、背頃なんか出てんじゃねえよって言ったんだから、わあそんなに強いんだと思って、じゃあリングでやろうぜって。こんばんは、こんばんは。直接話せないのは俺のセリフなんだけど、勘弁してよ。ネットの中でキャン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 吠えてるのは向こうだから、勘弁して。俺から要件なんかないもん。俺から要件は彼にはないよ。はっきり言って。何もない。俺は全部伝えてあるから彼に。あとは彼が決めてやるかやらないか決めればいいじゃん。俺は言ったから。まずはリング用意するから上がれよって。はっきり書いたから。だから口だけなんでしょ。そう、もう決めるのは向こうだから。俺は条件出したよ。俺は電話も出るし、リングも借りるよ。以上。お前喧嘩すんのにギャラ払うってバカじゃないの本当に。
LINE 書いてあるからかけてきなよ。俺から用はないよ。もう用を伝えたから。俺から逃げたのは向こうだろ。向こうが売ってきた喧嘩を買うよ。俺からだって要件なんかないよ。向こうが俺のこと弱えっつってんだから、じゃあリングで俺より強いの証明してよって、それだけ、それだけ。グダグダ言ってねえで、男らしくスパッと、じゃあ蹴りつけようよでいいんじゃないの？違う？俺はそう思うけど。どうぞどうぞ、伊藤の枠にお帰りください。ヘタレだよヘタレ。いや俺から用事なんかないよ。おお、アグリンありがとう。お茶爆ありがとう。皆さんもしよかったらお茶爆お願いします。うん、向こう行きな。向こう、ここは面白いこと何にもないよ。いや俺は別に目上が目下がとかそういうのはないよ。全然年齢がとか言うつもりもないし、ただ自分で言ったことは守ろうよっていう。だから全然やってあげるよっていう、全然俺はいいよって、ただそれだけ。あとは逃げるなり戦うなり好きにしてください。
花火禁止枠じゃありません。全然いいですよ、花火投げてくれて。あ、便所さんの部屋かっこいいよね。カオスの部屋も好きだよ俺。最初からね、口だけだったら喧嘩するなよな、喧嘩売るなよな。腕がねえんだから。赤い雰囲気素敵、ありがとう。いや、だったら言ってこいよ。俺に言うなよ。なんだ、囲いも頭空いてんのか？いや、マイペースにやるよ。マイペースにやる。いや、キッズだろ。あ、ブルーいいかもしんないね。ブルーいいかもね。いや、俺だからリング全然用意するよ。よっぽど弱いらしいから、ボッコボコにできるんだろうね。クソ雑魚って言ってたから。全然やるよ。まあ、逃げるんじゃないの。リングに上がれないんじゃないの。わかんないけど。ヘタレだから。いるじゃん、そういうやつ。俺は全然買うよ。あ、電話でしていいよ、全然。全然いいよ、かけてきなよ。全然 OK だよ。全然 OK。まあ、子供だからでしょ。あとは彼が決めることなんで、別に逃げるもいいし、やるもいいし、お任せします。あとは彼に聞いてください。別に相手にされなくて結構ですよ、僕は。全然結構です。もう好きに解釈してください。知らない。セゴロ出るか出ないか知らん。全く知らん。だからスパーリングでいいんじゃん、別に。そういえばこっち見ないね、最近ね。ああ、全然つまらなかったら、養分くんの枠帰ってくれていいですよ。俺出るよ、第一試合。第一試合だね。もう全然期待しなくていいよ。養分のところ帰りな。
や面白くないよ。まったり猫で猫同士戯れてるだけだから、ニャーニャー言ってるだけだから。全然 OK ですよ。だって面白いことやる配信者じゃないもん俺。社会派だから、社会派。ドレさんの親戚大変みたい。あ、そうなの？社会派ワドちゃん。ああ、ありがとう。小吉15個もありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとう。あざす。こっちに子供できたんだ。へえ。ありがとう。ニューイヤー花火3発ありがとうございます。あざーす。あざす。ありがとう。サンキューです。本っていうか漫画が好きだね俺は。漫画が好き。わあ、スターマインありがとう。匿名さんからスターマインいただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。論点すり替えすぎじゃないの、養分伊藤くんのリスナーさん。誰か、うわーすごいね、ありがとう。養分伊藤のアンチかな。ありがとう。花火ありがとう。大花火2個ありがとう。ありがとうございます。ありがとう伊藤くん。伊藤くん、喧嘩売ったの君だよ伊藤くん。どうすんの、喧嘩売っといて買うって言ってんだけど。ボクシングで正々堂々どっちが強いのか蹴りつけましょうよ。蹴り、伊藤くん。伊藤くん、僕リング借りますよ。公開スパーリングやります。伊藤くん、君が喧嘩売ったんだよ。男じゃないの。ちなみに君の彼女のワンワンは正々堂々女だけど戦ってたけど、どうなの伊藤くん。逃げるのね。あっそう。口だけ野郎だな。ワンワンは、ワンワンは正々堂々戦ってたけどね。ワンワンの方が格上だな。ワンワンに電話で聞いてみる。ワンワンに電話してみる。ワンワンに。ワンワンに電話しようか、ここは。ねえ。ワンワンの LINE 知ってたかな、俺。
知ってる。電話かけてみよう。彼女の方に聞いてみようか。ワンワン通話中だって。ありがとう。今日か。残念だな。ワンワン電話中だったわ。ワンワン電話中だった。今日15個ありがとうございます。いや、俺ワンワンにお前の彼氏とスパーリングやっていいって聞いてみようか。ワンワンに聞いてみようよ。だって彼氏なんでしょ。わあ、ありがとう。ニューイヤー花火ありがとうございます。匿名さんありがとう。ハッピーニューイヤーありがとう。あ、ワンワンは伊藤と話してんだ。じゃあいいや。ありがとうございます。ハッピーニューイヤー。あざまーす。あざまーす。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。うわー、すげえ。スターマインもう一個もらいました。スターマインありがとう。匿名さん、スターマインありがとう。イエーイ。すげえ、今日。すげえ、大盤振る舞いじゃん。ありがとうございます。すげえ。あざーす。あざまーす。すげえな。大花火2個いただきました。ありがとうございます。ふぅ。すげえ、すげえ、すげえ花火師さん来たな。ありがとうございます。ありがとう。養分逃げんの？リスナーは求めてんじゃないの？俺のことボッコボコにするの。俺のことボッコボコにしろって思ってるアンジいっぱいいるんだけど。養分くん、人肌脱ぐところじゃないの？ありがとう。匿名さん、花火ありがとうございます。男が吐いた唾飲むのダサいよ。ありがとう、うん、ありがとうございます。 ありがとう。止まらない花火、止まらない花火、うん、あざーす。あざまーす。いや、ニヤニヤするでしょう。電話終わった？じゃあ電話かけるか、ワンワンに。何ですか？明けましておめでとうございます、和道です。はい、明けましておめでとうございます、監督。ワンワン、はい、彼氏に喧嘩売られたんだけど、どうしたらいい？あ、伊藤、伊藤強いの？伊藤、何が喧嘩？なんか俺のことをクソ雑魚のボクシングだって言うから、え、じゃあスパーリングしようよって言ってるんだけど、うん、強い？養分、いや、殴られたら殴られっぱなしにしろって教えてある。平和主義者だね、ワンワン。結構殴られたら殴られっぱなしにしろ、そのまま警察に行けって言ってあるから。ああ、そうなんだ。うん、身長どれくらいなの？はい、おいおいおい、どういうことだよお前。ぶつ切りかよ、ほんと。引っ張れや、もっと。ひど面白いな、まんま。いや、ひどいだろ今の切り方は。あいっつって切られたよ。いや、力あるわ、ほんと。ひどくない今の。ひどくない？雑だろ、ちょっと。もうちょい、もう2、3分引っ張ってくれてもいいんじゃないの？ひどんなや、つって。養分の、だから LINE 知らないって、俺。養分の LINE 知らない。いや、ミュウツーと一緒にしないでよ。なんで俺がミュウツーと一緒なんだよ。うん、あ、身長チビなんだ。163しかないの。あー、じゃあやめやめ。この話終わり。身長160センチはダメだよ。やめよやめよ。かわいそうかわいそう。弱い者いじめは俺するつもりないから。ありがとう。中吉15個ありがとう。いや、いいよいいよ。
いや、知らなかったの。俺、身長もっと高いと思ってたら、あ、それはかわいそうだわ。この話終わり。やめやめ。この話終わりでいこう。俺、弱い者いじめはやらないから。うん。弱い者、身長160センチはダメ。あの、普通に勝てるわけない。うん。やめよ。やめよ。いや、ちびすぎるでしょ。さすがに10センチ差はやだ。やだやだ。スターマインありがとう。すげえ、今日何、匿名さんありがとうございます。スターマインありがとう。すげえ、この人。やば。あ、そんな小さいんだ。俺会ったことなかったから知らなかったんだわ。身長160センチしかないんだ。あ、それはやめよ。かわいそう。あ、そういう感じだったんだ。うわー、すげえ。ニューイヤー花火3発ありがとうございます。ありがとう。やば、お年玉やば。すげえ、この人。ありがとうございます。すいません、なんか、うわ、マジかよ。大花火ありがとう。大花火ありがとうございます。いや、弱い者いじめは俺はやんないから。強いやつとか同じくらいの力だったら全然やるけど、知らなかった、ごめんごめん。そういう感じだったんだね。いやいや、俺は自分より弱いやつでやらない。自分と同じぐらいか、自分と強い人に挑むのは好きなんだけど。いいいい、いやー、すげえ嬉しい。うん、すげえ嬉しい。やだよ、だって弱いやつぶん殴っても後味悪いじゃん。いや、養分がやるっつうならやってもいいよ。うん、養分がやるっつうならやってもいいけど、俺は基本的に弱い者いじめはしたくないから。うん、うん、いや、小さいやついじめんのはやめよ、やめよ。あ、口悪いんだ、養分。知らなかった、俺初めて枠見たから。うん、初めて枠見たから知らなかったわ。ごめんごめん。いや、俺身長低いの知らなかった。うん、いや、便座直してるから今。便座買わないよ、修理してる。便座でもいい感じだよ。今日もまた後でや。あー、割れてる。あー、やばいや。うわ、マジか、曲がっちゃったよ。うわ、最悪。うわ、便座曲がった。便座今直してんだよね。うわ、最悪。曲がってる。あー、曲がったか。便座曲がった。そう。便座今直してんだよね。うわ、超ショックなんだけど、便座。マジかよ。うわ、ちゃんとやっとけよかった。割れて、今、あの、アクリルで埋めてるんだよね。ただ、もう一回やんないとね、ここ。ひび割れちょっとまた。せっかく治ったのに。うわ、ショックだわ。いや、便座割れたんだよね。便座。いや、便座直すよ。うん、便座直す。全然直すよ。便座が割れたの。割れたのをアクリルで埋めて、で、またそこひび割れて曲がっちゃった。またパキって割れてるでしょ、ここ。うん。いや、ショック。ライン。ん？ LINE 来た。ん？誰だろう。配信用のマイクはソニーのピンマイクだね、これ。ソニーから出てるピンマイクで、なんだろう、2,000〜3,000円で買ったやつだね。2,000〜3,000円で買った。
いや、今だから便座がないんだよ、俺の家。いや、ボクシング弱えとか、クソ雑魚だって言われたから、俺バーガー投げたんだよ。誰でも、どの枠見るときでも、ただ見嫌だから、バーガー1個必ず投げんの、30分おきに。で、バーガーただポンって投げただけで、なんか、クソ味噌をディスられて、で、クソ弱え、おめえよ、ワドよ、って、クソ雑魚のくせして、捨て頃とか行きがってんじゃねえよ、って、てめえ、ボクシング弱えんだからよ、って。あ、そうなんだ、と思って。で、ボロクソ言われたの、放送で。あ、だったら、リング借りるんで、もしよかったらやります？って言って。上がれよっつって、ただそれだけ、ただそれだけ。そうそう。でもほら、俺頭悪いじゃん、バカじゃん。だから実際やってみないとさ、強いかどうか分かんないから、養分さんがどれくらい強いのか知りたいなと思って、それだけ、それだけっす。はい、以上です。月ちゃんが倒れちゃった？え、なんで？なんで？風船ありがとう。サンキュー。お茶爆ありがとう。ありがとう。フォローありがとうね。フォローありがとう。養分、チンコのでかさは正直誰にも勝てない。チンコはすげえ小さいから、誰にも勝てないっすね。いや、勝つか負けるかじゃなくて、勝負するかしないかだと思ってるんで、僕は。勝つか負けるかとか聞いてないっすね。誰でも言えるんで、お前の方が弱いとか、お前の方がね、雑魚だとか、俺の方が強いとか、誰でも言えるんで。だったらボクシングやれやいいじゃん。え、月ちゃん、倒れてんの？え？放送やってなくない？助けてあげてって俺絡みないよ。え？どうしたの？酔っ払って寝てんじゃないの？いや、俺はだから全然していいよ。全然やるよ。クソ弱えって言ってるから、まあ、じゃあやろうよっていう。いや、捨て頃のカードはもう決まってるから、捨て頃は無理だよ。捨て頃は無理。俺が逃げてんの？あ、そう。おお、俺が逃げてんの。あ、そうなんだ。あ、169号、うざい。ブロックね、次は。煽りとかクソダセーことしないで。花火投げてる人に煽りとかクソダセーから。お前次ブロックな、それ書いたら。LINE 電話せいやって言ってた。なんで俺が電話すんの？要件があるなら電話かけてこいよ。お前が俺のことクソ雑魚って言うと、俺、ちゃんとコメント書いてるから。あ、じゃあリングでやるって。俺は全然リング用意するよって。逃げるなよって、ちゃんと伝えてあるから。しっかりコメント読んでたから。向こうはやろうじゃんよ。俺がやろうっつってんの。向こうが俺のこと雑魚だって煽ったから、俺がリングを用意するよって、逃げんなよって俺はコメントで書いてあるから。まあ、直樹兄さんでも逃げなかったよ、俺は。リーチさ、身長10センチ、体重10キロ以上重かったけどね、相手は。俺は逃げなかったよ。いや、俺はだからやるって。だから俺、養分の LINE とか興味ないもん。はい、お前、うるさい、お前。169号ブロックでーす。はい、ブロックでーす。さよなら。はい、ブロックです。しつこいやつブロックだから、伝統と。ブロックです。残念です。
俺は売名でバーガー投げたも何も、俺はどの枠でも見るときバーガー必ず投げるんだって。なんでアイテム投げて悪く言われないといけないの、意味が分かんないんだけど。延長台の足しにでもなればいいなと思って必ず投げるんだよ、うん、俺は自分で強くないと思ってますよ182号さん、いやさすがにね、マナー悪いやつはブロックするしかないかんね。俺だってブロック入れたくないけど、一回忠告したわけだから。どうやってないよ、別に。どうやってないよ。ただほら、配信者もさ、一回延長50円とかかかるから、少しでも足しになってほしいじゃん。うん。うん、何してなのって何？養分の他に何してなのって何？いや、だからいいよ、もう。もういい、もういい。いや、だから俺は逃げないよ。だから伊藤の問題だから伊藤に言ってくれ。うん、俺は伊藤が、いや、和道なんかクソ雑魚でしょって。捨て頃前にガッタガタにしてやるよって言うんだったら、全然やるから。いいね、ありがとう。うん、バーガーは1個10円。こっち側が10円で相手に5円入る。まあどっちが逃げてるのかを判断するのはリスナーさんだから、俺は別にリングでやってあげてもいいよって言ってるわけだから。あんだけ雑魚だって言うんだから、あんだけクソ弱え雑魚がって言うんだからじゃあリングでやろうよって言ってて和道の逃げだって言われたら俺何も言うことないよ。養分の LINE とかいいよ別に、興味ない。俺弱いやつ嫌いだから、口だけのやつ嫌いだからさ、いいよ。まあそういう男だったんでしょ、ありがとね、俺から別にあいつとやりたいわけじゃないから。わかんない、知らない。初見さんいらっしゃい、ワードです。俺からは特に何もない、口悪いんだ、いや身長低いのも知らなかったんで、会ったことないから。あ、ツイキャスの人もしよかったらコンティニューコインいただきたいです。コンティニューコインよろしくお願いします。ツイキャスの方は、あー、よろしくお願いします。いい年にしましょう、一緒にいい年迎えましょうね、1年間、俺が養分とやってやろうか。いいよいいよ、そういうのはいいよ、俺に言ったわけだから彼は。他の人とか、俺はリスナーさん巻き込みたくないの。見ててリスナーさんはバカだなこいつらって笑ってもらいたいじゃん、そんなダメよ、俺は養分に直接言われたから、じゃあやろうっていう持ちかけただけだから。リスナーさんを出すとか卑怯だよ。いい、ありがとね、気持ちだけ受け取っとくわ。182号さんありがとう、なんだこれ、いや身長低いの知らなかったんだよ俺、ああ明けましておめでとうございます。 KP ありがとう、今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう、映画撮る撮る撮る、また明日かな、明日撮影だね、頑張ってるよ、コンティニューコインありがとう、ありがとうございます。同じタミヤの持ってるこれ。これ昔からデザイン変わんないよね。弾丸塾大ゴケ監督。歌もおもろかった。癖が強い。ありがとう。コンティニューコインありがとうございます。あ、コンティニューコインってまとめて投げられるんだ。ありがとう。コンティニューコイン爆ありがとう。なんでタミヤに謝んなよ、別にいいじゃん、ツイキャスはワド監督だよ。俺ね、コテハン変わってるから、二
Facebook も Instagram も全部のアカウント、 Twitter もひらがなでワドで監督、多分ね昔のワドワニ道で検索しちゃう人が多いんだと思う。コンティニーコインありがとう。そうワド監督っていう名前にコテハン全部変えてる俺。そうだね、あのいつもね、あのキツネ枠、匿名枠はふわっちでやって、コテハンほら好きな人もいるじゃん。そうだから同時配信やってるね、同時配信やってる。銀河の窓じゃないよ、部屋汚い汚い。まあウェイトさ大きいけど、だったら喧嘩売るなよって話だ。ありがとうございます。え、和道さんのファンなのに初めましてなの。こんばんは、いらっしゃい。いや別に配信上のディスでって別に文句言ってたから、もう強いんだろうなと思って、よっぽど腕っぷしに自信があるんだろうなと思って、今年もよろしくお願いします。ぜひ3点セットよろしくお願いします。あ、コメントするのは初めてなんだ。いつもロムってくれてんだ。ありがとう。うん、ありがとね。犬も小さい方が吠える。ワンワンって、うん、あ、まあまあまあ背低いんだったらね、まあまあいいよ、この話は水に流そうよ。まあ向こうがやるって言うならやるけど、俺も身長低いの知らなかったからさ。 YouTube は配信してない、動画だけ。ありがとう245さん、ありがとう。お茶とコイン以外は和道さんには入らないんですか。ね、お茶爆50っていうアイテムとお茶爆100っていうアイテムは僕にお金入ります。でコンティニューコインと普通のお茶とか他のアイテムはお金は入らないです。だから有料で買ったとしてもお金が入る、金銭的に支援したいっていう人はお茶爆50かお茶爆100かだけですね。でお茶爆50とお茶爆100は、30分に1回、後半の3分間しか投げられない仕組みになってます。便座壊れちゃった。体重今72かな、72キロぐらいですね。みやびとやるぐらいなら伊藤とやってほしい。それは向こうに言って、伊藤くんに言って、俺全然やるから。お茶爆100はリスナーさんが1000円負担で俺に700円入ってくる、7割還元ですね。花火と一緒だね、1000円。トム・ソーヤ池上はリスナーを騙してお金を取っていた、どういうこと。それからみやびだ、みやび、みやびです対戦相手は。まあまあ勝てないと思うのは全然自由だから、それは何とも言えないよね。そうですか、確か頑張ります、負けないように頑張ります。大花火は、花火はね、リスナーさんが2000円で俺に1000円入る。俺は受けて立つんじゃなくて、クソ弱えとか雑魚とか捨て頃なんか出んじゃねえよゴミがとか言われたから、いやじゃあリングで蹴りつけようぜ、俺リング用意するからお前来いよって言ったの、それだけ、それだけですね。ウェイトさん、みやびくんが5キロだか何キロだか重たいんだよね。5キロだか何キロだか重たい。ありがとうございます。はい、光のリスナーの話何なんだろう。まあまあアイテム共用とか良くないよ、そんな配信と何の関係もないもんね。俺だけの直樹兄さんとやった時10キロぐらい差あったよ、相手体重重たかったよ。配信歴6年ですね僕は、ニコ生で3年半、まあふわっちで3年ぐらいかな。配信上のディスリアルに持っていくってダサい。あ、そう、
俺も今配信上なんだけどね。まあいいじゃん。俺もう弱い者いじめする気ないから。アドーだって何年も配信やってるならもっと盛り上げろよ。何リング用意のガチレスって。いやいや、盛り上げろよ、もう何もないじゃん。俺はだからネタ投下してあげたんだから。クソガキ。まあ、もうやめよ。弱い者いじめはもうやめよ。平和な配信しよう。平和にやろう、平和に。あれ、またバグってるんだけど、なんか最近ふわっちバグ多いな。なんなんだろう。ふわっちがすぐバグるな。なんなんだろう。また延長できなくなってるよ。さんだから和道はあれ？面白い。あれ？狐246号さん、伊藤はどうでもいいテロップ変えらんないんで、一回枠取ると。狐243号さん、じゃあテロップ変えれば。テロップね、変えらんないの、ふわっちは。あれ、なんだろう、チェックボックスがつかないな。なんでコメントついたんだ。ガチのオタクだからね。 ガチのオタクですから、僕は。そうなんだ。まあ